で今日のテーマは人生を変えたければ丸々しようということに書いてるんですけど、まあ、本当に、自分の人生、まあ、そのいろんな価値観を持っておれば、みんな持ってると思うんですけど、その自分の人生を変えるということは人の人生を比較するんじゃなくて、今までの自分の人生があって、その自分の人生に満足してなかった場合にこういうふうに変えようということになると思うんですけど、変える方法って何やと思いますかね。皆さんやったらこの丸々しようっていうの何が入りますか、うん、これはもう個人的な意見なんで、人生を変えたければ丸々しよう。僕は今日メルマガでも書いて配信しましたけども、まあ本当にどうでしょう、人生変わる時ってどんな時ありますかね。まあもちろんその自分の人生から出会いで変わると思いますけども、まあ、例えば結婚したとか、職を変えたとか、まあ、いろいろと変わっていく大きな変わり目ってありますよね。人の出会いで大きくもちろん変わると思います。で人の出会いももちろんあるし、その結婚とかいろんな節目の大きなそのイベントごとで変わるっていうのはあるんですけど、その個人的に細かいことでこういうのやっていったら変わるっていうのをなんとなしに感じることがあって、それをちょっと今日は話したいなと思います。大きく変化させなくても少しずつ変わっていきながら結局大きく変わってたみたいなね、やり方っていうのはあると思うんですよ。だそんなことかと思われるか分かりませんけど、そんなことかをバカにせずにやっていく人っていうのは結構結果出てるように思うんですね、僕ね。で今日はそれを書いてます。まあいろんなセミナー行けばね、人生を大きく変えたければこういうふうにしなさいってあります。まあ一番最初にやることは環境を変えなさいって言われますよね。人生が変わるためには環境を変える。環境っていうことは住んでる場所を変えるとか、例えば東京に住んでたから、今度その自然に僕の知り合いなんかは沖縄へ、ね、行って移住しだしたりとか、いろいろやってると思うんです。そうやって、まあ、住まいを変えるということが大きな、まあ、人生を変えることになりますし、そして、まあ、出会いを変えるというのももちろんねありますね。出会いを変える、人付き合いを変えるというのももちろん自分の人生大きく変わっていくことだと思います。まあ環境を変える、出会いを変える、そして他は何かないですか。はい、まず、まあ、思考を変えるですね。自分の考えている思考のパターンを変えるということですね。いわゆる、今までだったらこういうふうな選択をずっとしてたけども、今回はその違う選択をしてみようという、その思考パターンを変えるというのもあると思います。他にないでしょうかね。そうですね、まあ、例えば、よくその簡単なことですけど、散歩してる方があったら散歩のパターンの散歩の道順を変えるとか、例えば今まで買っているスーパー、毎日通っているスーパーを変えてみるとか、もう細かいことで言ったらそういうことを変えていくと非常に、少しずつですけども自分の人生変わると言われてますよね。でそうやってだんだん細分化していった時にどうでしょう、細分化していった時に変わる方法って、僕簡単なことをちょっと言うていいなと思ってるんですけど、例えば自分の人生が今ここやとして、ここから来年はこうなりたいっていうそのビジョンとかイメージが見えたら、これをここに見えたらどうしようっていうのがあるんですよ。何やと思いますか簡単なことです。こういうふうな人生になりたいと思ったら、まず自分の口に出すこういうことです、まあ、たったそれだけのこと言いたかったかと思われるか分かりませんね。でも僕ねこれが大事なことなんですね。人は思うだけではなかなか行動に移さないから、やっぱりきちっと言語化するっていうのが大事だと思うんですよ。自分の頭の中に浮かんだイメージを言語化して言葉にして口に出して、そして紙に書いたりとか、いわゆる形にするというこの作業をきちっとする人、これを癖にしてる人の方が僕はその変わる、うん、もちろん行動に移すことも大事ですよ。でも行動に移すのは行動に移さなあかんのは分かってますけど、その行動を移すための促すのが、実は自分の口に発したものが耳に入り、その耳に入ることが自分の自己的に責任を取ろうという、自分の有言実行しようという気持ちになる。でないと人に言ったのにあいつ一個もせえへんやんっていうねことになりますよね。普通だったらこう口にしてしまうと、あせんかったらやっぱり自分はあいつ口だけやと言われるの嫌やしみたいな、それは誰でもありますよね。だからこそプレッシャーとして自分にプレッシャーかけるつもりで口にどんどん出していった方が、僕は、そういうなりたい自分に引き寄せていくということを感じてるんですよ。
まあ本当に簡単なことですけどね、例えの例で悪いですけども、例えば旅行行きたいとか、例えば、今年は目標としては旅に出るっていう目標を仮に抱えたとしますよね。そしたらなんとなしに旅に出たいなと思ってるだけと違って、もう書くんですよ、紙にね、紙にバンバン書く。でもしくは口にする、友達におったら今年の目標旅に出ることなんやとか言います。僕、自分が口にしてこういう風な自分の仕事の、スタイルを作りたいなと2019年思ったんですね。そうするとやっぱり蓋開けてみると、この12月まだ終わってませんけど、もうそれぐらいのやっぱ形になったし、そのなった一つの要因は自分が口にして言ったことによって、例えば僕の受講生の方がそんなの旅に行くんだったら一緒に行きましょうよって言われるし、いろいろ誘ってくれるし、今回のプーケットもなんかそういうお友達の紹介とか勧めがあって、なんかそんな気になって行けたし、これ多分自分一人だけやって悶々と考えたらいかんと思うんですね。だからそういうことが人生の積み重ねの中にあると思うので、やっぱり、人生を変えたいと思えば口に出す、そして自分のその口に出したことを責任を持ってやっていくという行動に移すということですね。まあそれから紙に書く、まあよくやるそのね、新月の願い事とかいろいろみんな書いてるからやってると思いますけど、まあそれだけと違って、僕はもう手帳に必ずいろんなこと書いてるんですけど、毎日、手帳にして言葉にしてですね、でこれを達成しようというのを書いてチェックしていくと、意外とそういうことが全部形になっていくと、はい、いうことで、人生楽しまな損やと思ってます。まあ本当に今やれることを、今本当にね、自分たちができることを楽しんでいかないと、いつねまたミサイルが飛んでくるかなんて、もう今日はたまたまなんかテレビでやってましたけどね、もう本当に緊迫してますよね、うん、なんかそういうことを心配してても仕方ないからね、飛んできたから避けようってわけにいかんし、まあ、それだったら今とにかく今目の前にある幸せをきちっと楽しんでいきましょうじゃありませんかということでございます。今日の、ライブ配信は、人生を変えたければ口にしようということです。口にしよう、まあ口にして紙に書いたりですね、いわゆる人に伝えていきましょうということでございました。ということで、またライブ配信、明日109回目のライブ配信は明日休みなので、どっからしようかなということはまたその時になって考えてみたいと思います。それでは皆さん、今日も見ていただきましてありがとうございました。